株式会社ファンケルは、化粧品、健康食品の製造、販売を行う日本の企業、神奈川県横浜市中区に本社を置く。創業以来長らく、本社を横浜市坂江区に置いていた。2019年より、キリンホールディングスの持ち分法的用会社となっている。社名、ファンケルの由来は、ファインケミカルの略語からで、 全社名のジャパンファインケミカル販売株式会社もこれに由来する。また、不安をけるイコール、ファンケルという説もある。1980年の創業以来、無添加化粧品を長年製造販売している。鮮度を表す製造年月日の表示や、5ミリリットル入りの使い切りミニボトルを開発するなど、化粧品業界では初となる試みも、 創業者の池森賢治のアイデアによるものである。口述の通り全くの異業種からの参入で、老舗企業の多い化粧品業界では後発である。そのため、創業以来、既存の大企業に対抗するべく研究開発に注力しており、海外特許約150件、国内特許約460件を取得している。関連会社として、同じく化粧品、 健康商品などを扱うアテニアなどがある。池森は1937年6月1日に三重県で生まれる。産農短期大学を中退後、結婚を機に1959年4月に神奈川県小田原市の都市ガス会社である小田原ガス株式会社に入社。小田原、箱根地区でプロパンガスボンベイの配達やガス工事業務に従事し、 高圧ガスの作業主任資格を取得する。1973年に37歳で同社を退職し、出資者を募ってアイデア商品の雑貨販売を営む会社を起業したものの2年ほどで廃業。事業失敗による当時の金額で約6000万円という多額の借金を返済するため、兄が東京都で経営していたクリーニング店の営業を手伝い。 二年余りで借金を完済した。この経験が自信につながったという。借金完済の直後にファンケル創業の契機となる出来事が起きる。池森の妻が化粧品による肌荒れに悩んでおり、肌を美しくするための化粧品が肌トラブルの原因となっていることに池森は疑問を抱くことになる。高度成長期の日本では様々な公害が、 社会問題となり、1970年代後半には、食品添加物などによる食品郊外と並び、化粧品郊外が問題となっていた。池森が知人の皮膚医に聞いたところ、化粧品による肌荒れの大半は、接触皮膚炎であり、その原因の一つが防腐剤や殺菌剤、香料などの添加物であると知る。そこで池森は知人の技術者に依頼して、 無添加化粧水のサンプルを作成させたが、防腐剤不使用では日持ちしないため、池森は5ミリリットルの小分け容器に詰めて使い切りサイズで販売することを発案した。また当時は化粧品を使えば使うほど良いという宣伝広告がされていたため、化粧品の過剰使用が肌トラブルを引き起こしていたことから、無添加に加えてシンプルな使用をコンセプトとして掲げた。これが、 ファンケルの無添加化粧商品の出発点となった。こうして1980年4月、池森は42歳で無添加化化商品の製造を個人創業して販売を開始。1981年8月18日には法人化し、ファンケルの前身となるジャパンファインケミカル販売株式会社を設立。本社を 横浜市と津角上里町1740番地85に置いた。翌1982年7月には株式会社ファンケルへ称号を変更した。ファンケルの無添加化粧品は敏感肌やアトピー性皮膚炎などの皮膚障害に悩む人々に支持され、1998年には株式を店頭公開。翌1999年には当初一部上場を果たした。 1990年代には健康食品事業に進出し、1994年2月にサプリメント28品目の通信販売を開始した。当時の健康食品は高価な上に怪しげな商法が多くイメージが悪かったため、健康食品に変えてサプリメントという名称を用いるとともに、当時の相場の後、1程度の低価格で販売し、イメージアップを図った。 これにより、日本でもサプリメントの使用が習慣として定着し、サプリメントブームが起こるに至った。また1999年には発芽米事業を開始して、発芽玄米を発売した。池森は社長時代から経営者は老害にならないように65歳ぐらいで引退した方がいいとして、65歳になったら引退すると表明して自ら定年制を設け、 65歳となった2003年に社長を退任した。この判断には、大英創業者の中内伊佐が引退時期を見誤ったことも教訓となったと池森は述べている。池森は同年に会長、2005年に名誉会長に就任し、一旦は経営の第一線から退いた。池森は百九十二年一月の社内法、ハーモニーに残り十年で、 後継者を育て心を置きなく、バトンタッチしたいと書いたものの、しかし10年後には、期待する後継者像を満たす人材が、社内にいなかった。後継者の育成に失敗したと語り、社外から後継者を招聘することとした。しかし後継者選びは難航し、その後は、経営陣が、たびたび交代した。2003年6月には、大英出身で、 元ローソン社長の藤原健治が大英取締役からローソンの社長となって店舗数を増やした実績を買われ2代目社長に就任した。2007年3月には宮島和美が3代目社長に就任した。宮島は池森の議定にあたり大英出身で中内伊佐の秘書を長く務めた。しかし翌2008年6月には ジャノメミ新工業出身の成松義文が四代目社長に就任し、宮島は会長に就任。池森退任後のわずか5年間に4人の社長が入れ替わるという瞑想ぶりとなった。ファンケルは典型的な製造工売業として、製造から販売までを自社で一貫していってきた。しかし池森退任後の2000年代には、この経営理念が薄れ、創業以来の独自色が失われたことで、 業績は悪化していた。池森は業績立て直しのため2013年1月に執行役員、同年4月から会長に就任して経営に復帰。組織再編や不採算事業の廃止、社員教育のための社内大学、ファンケル大学設立などの改革を進めた。他社依存からの脱却を掲げ、池森は3年で経営を立て直すと宣言。 ドラッグストアへ販路を拡大したことが功を想し、折からのインバウンド需要も手伝って業績は回復した。2017年4月には、大英出身の島田和幸が社長に就任し、宮島は副会長となった。宮島は、大英時代からファンケル社長室長を務め、ファンケルに移ってからも、ブレーンとして創業者の池森を支えてきた。 後継者選びの過程で創業者の議定として同族経営をすることも考えられたが、しかし社長としては長く続かなかった。なお、池森の長男は画家となっており、後継者とはなり得なかった。2019年6月1日に82歳となった池森は同年8月に東京都内で行われた記者会見でキリンホールディングスへの株式譲渡を発表。 私が引退していた10年間、業績が衰退し社員に大きな不安を与えてしまった。ファンケルの将来を託せる信頼できる会社に譲った方が良いとの結論になった。私が死んだら社員は困る。自分で判断できるうちに社員にとって最良の道筋をつけるのが責任だと思うようになった、と語った。またキリン HD について、品位のある企業として好印象を持っていた。 交渉相手は、最初から一社に絞り、私が勝手に選んで勝手に申し込んだと述べた。これにより、キリン HD は、ファンケルの発行済み株式の30.3%を1293億円で取得して、ファンケルを持ち分法適用会社とした。また、池森とその親族、資産管理会社などが保有するファンケル株を、市場外の相対取引により、 キリン HD へ譲渡した。化粧品一部の店舗を除き、電子マネークイスプが利用できる。また、出店先によっては交通系、IC カードも使える店舗がある。2021年4月1日現在、横浜スタジアムのバックネット裏に看板を掲示している。健康食品事業のコマーシャルには、読売ジャイアンツに在籍していた原辰則を起用している。 原はファンケルのパートナーとして同社がスポンサーとなっている野球教室ファンケルキッズベースボールチャレンジにも携わっている。2009年に DHC が販売開始したメイク落とし DHC マイルドタッチクレンジングオイルがファンケルの主要製品の一つであるマイルドクレンジングオイルの特許を侵害しているとして2010年に ファンケルが DHC を相手取り特許侵害による損害賠償7億1000万円の支払いと販売差し止めを求めて提訴した。一審では2012年5月23日の東京地裁判決は特許権侵害を認め DHC に約1億6000万円の賠償を命じた。販売差し止めについてはすでに製造販売を終えているとして退けた。 この判決に対して両者は控訴した。控訴審は2013年7月9日、知財交際で和解が成立した。ファンケルは1997年12月にマイルドクレンジングオイルを発売。入浴中など手や顔が濡れた状態でも使えることを特徴とした製品である。判決などによると、ファンケルは2008年9月に特許を出願し、2009年8月に 登録した。DHC は2009年から DHC マイルドタッチクレンジングオイルを同様のコンセプトで製造、販売していた。なお、同製品に関するファンケルの特許をめぐっては特許庁が2012年1月に無効新欠を出している。ありがとうございます。